はい、今日は、木の描き方を、やってみたいと思います。使う紙は、ウォーターフォードの F4 ですね。ホワイトの方です。で、使う色は、ウィンザー&ニュートンのバイオレット、ウィンザーバイオレットと、バーントシェンナーとサップグリーンと、ウルトラマリンのグリーンシェードを使います。で、木はまあ大きく分けて、針葉樹と、広葉樹ですね、2種類で、まあ、とりあえず考えてみましょう。で、まず枝を描きます。で、枝は木のイメージはこの茶色のイメージも強いんですけど、基本的にはもうグレー系ですね、焦げ茶かグレー系で描きます。で、まず針葉樹の方行きましょうか。針葉樹は基本的に直線、まあ、軸が1本あるような感じで描いておきます。もうちょっと太くしましょうか。で、枝もどちらかというと横方向に生える感じにします。まあ、ちょっと簡単に描くやり方でします。まあ、三角、こういう三角形状になるようなイメージで描いておきましょうか。まあ、こんな感じで OK ですね。で、広葉樹ですね。広葉樹は、どちらかといえば上に向けて開いていくような感じで。で、枝の方向も、緩やかにですね、で、こういうふうに交錯するところを作ると、雰囲気が出てきます。で、下の方に向けて太くしていく。で、上の方に向けて、できれば細く、ちょっと多めに描いてみましょうか。こんな感じでいいと思います。で、こっちの枝に関してですね、あまりしない方がいいというか、こう軸がこう、あってですね、シンメトリー、この左右対称にはつけない方がいいということですね。ここをずらしてあげると、角度も変えてあげるとか、こっちが丸ですね。で、あとですね、こう一箇所こう軸があって、ここをこうしない方がいいです。これもこうあったら、こっから出すんだったら OK ですね。だからこっちはバツで、こっちは丸になります。で、一旦ちょっと軽く乾かす感じにします。で、次、葉っぱですね。葉っぱは、今日はこのサップグリーン。これ基板でいきましょうか。これに、青とかを加えて、ちょっと濃ゆくしていくような感じでいきましょう。一応、ライティングを、なんとなく、こっちからとかに決めておいていきましょう。で、筆、今回使うのは、この、もともとちょっともう古くなって、先が開いてるタイプの筆を使います。で、ちょっとこういうふうに回転とかさせて、もうあらかじめバサバサになった状態ですね。で、イメージ的に上の方を薄く。
でこの筆で書くとちっちゃいあの点々ができやすくなって、まあ、非常に使い勝手はいいですね。まあ、他の、まあ、ラップとかも使うことがあるんですけど、今回筆でやっていきます。まあ、丸い形状とかですね、あとこう扇状に開くようなイメージで書いていきます。これも点々が まばらにあるところと、まあ、ある程度塊であるところですね。この辺も、まあ、変化があるといいです。下の方に向けて少し暗い色を、まあ、今ウルトラマリンを混ぜてます。で、まあ、今日描くこの、葉っぱはもうあの隙間がだいぶあるやつですね。まあ、シルエット系というよりも、少し隙間が見えるタイプのやつで描いてみましょう。まあ、これでちょっと1段階目終了ですね。で今度こっち、針葉樹系いきましょうか。針葉樹系はあの色味的には少し 青を帯びたような感じとかになっていくといいですね。まあ、今青とウルトラマリンとサッグリーン、まあ、ちょっとまあ紫もちょっと触ってみましょうか。で針葉樹はまあ、針のタイプの、葉っぱも多いので、まあ、上からこう引っ張ってあげるのも一つですね。こうあとこういうタイプの筆もあったりするので、これも引っ張る形で少しこの針葉樹っぽい針の感じのイメージはできます。で少しまあ三角形状になるようなイメージで描きましょう。まあ、とりあえずこれでまた一旦乾かしましょうか。じゃあもう一段階陰影をつけていきましょう。基本的にはもう上の方は入れずに下の方を中心にいきましょう。まあ、遠くの景色になるとこういうふうに重ねなくてもいいんですけど、近景になるともう一段階複雑化した方が近くに見えてくるので、まあ、近くの景色はもう一段階こうやって複雑化していくと、よりまあ手前の方風景に見えてきます。まあ、けどこんなもんでいいですかね。でこっちも入れておきましょうか。木はある程度やっぱ経験はいります。こういうふうに枝描くのも、まあ、最初のはなかなかうまくいかなかったり、この細い線が引けなかったりするんですけど、まあ、この辺はやっぱ多少数は描かないと形状取れなかったりします。まあ、絵的にちょっと美しい形状とかもあるので、まあ、その辺も数を変えていったりとか街路樹とかの形を見ていくと綺麗な樹形というのが存在しますね。で木の、まあ、影、まあ、地面の影はこの横引きで引いてあげる方が影らしく見えてきます。で、まあ、こっちも影の形は一緒でもいいですね。三角ですけど、
ごく簡単に書く木ですね。あとまあこういうのの組み合わせで、あのちっちゃい木とかも。書いてみましょうか。かぎりしてあげて、で、まあ、この後ろにも、まあ、中低木を組み合わせていくと、まあ、雰囲気は良くなってきますね。まあ、こういうふうにたくさん練習してみるといいと思います。はい、じゃあ、書いてみましょうか。常にあの内側の形を意識しておくことが大事です。で、ちょっとさっき失敗したので、まあ、奥あの明るい木とその後ろにある、暗い木を描いてみましょうか。なので、まあ、後ろの木も意識しながら前、あの前の手前にあるものもちょっと描いていくという。結構低い草とかも意識してみましょうかね。まあ、とりあえずこんな形で書いておいて、まあ、ここに軽くちょっと枝も入れてみましょうか。まあ、これであの手前にある木が少し浮き出てきて、まあ、なおかつ後ろに、まあ、木が後ろに濃い木がある形ですね。で、まあ、こう影を描いてあげたりとか、これでまあこの辺に若干明るい木が出現してくる感じになります。で、まあ、水彩画こういうふうに周りを描いて明るいものをあの前に出していくというやり方が必要になってきます。まあ、この練習をたくさんしていくといいと思います。まあ、石とかもそうですね、石を描くときとかも、まあ、ちょっと苔むした石が
にあるとしたら、ですね、この後ろを書いてあげる。結局こう書いて、でまあ例えばここ上お菓子をかけて、まあこの考え方ですね。これでここに1個石が出現してくると、まあ、この考え方で書いていかなきゃいけないです。じゃあ以上、今日は終わりです。まあこういった後ろを描いたりとかですね、それで形を作っていきます。まあこの作品も今赤く囲んでるところですね、これを形作るのはこの上の部分ですね。まあ後ろを描いて形を出していくというやり方です。まあこの辺の低木もそうです。これも後ろを描くというやり方で形を作ります。でまあ、この青い部分はまあ本体を強く濃く描くことで、まあ、後ろとの差を出していくんですね。この場合は背景が白っぽいので、まあ、今青い部分は濃く描いて形を出していくというやり方です。まあ、この2つのやり方で絵を作っていきます。